の葛藤大好きなんですよね。ああ不良になるなら公立だって言って中学3年の3学期に転校するんですよね、うん、ここ最近の私の中でも一番セクシーな。俺奥さんと娘いるから品川庄司の夢だけ全然叶わないっていう状態が今、うん、ゾメヤユカまどろみの相槌。品川さん急に始まるのそんな感じ、はい、今日のゲストはみたいな感じじゃないんだあのこの後あるんですけど、うん、まずちょっとだけあのお話をするっていうのが、はいはい、あそうなんだ、はい、全然大丈夫ですよ。ありまして、はい、今日はありがとうございます。とんでもない、こちらこそありがとうございます。あの僕からね、はい、出たいっていうのをマネージャーに言って出させてもらったんですよ。びっくりしました。いやなんか X で、はい、この愛のまどろみ違うまどろみの相槌っていうのをやってるって普通にこう上がってきたから、はい、僕の監督した映画アウトに出てもらってるし、はい、いやびっくりしました。私あの、うん、マネージャーさんからね、うん、私も聞いたんですけれど、うん、いや嘘だよそんないやいやいや誰も知らない番組なのでいやいやそんなことないです。本当ですか、うん、いや本当に嬉しくって、あと一個すごい言いたかったことがあって、はい、ソメヤさんに、はい、写真集くれたでしょ。あげ、はい、すごいセクシーな、はい、ちょあれセクシーすぎて俺奥さんと娘いるから中一の娘がいる家に、はい、あれちょっと刺激的すぎなのよ。あすいませんあれはねちょっと本当に正直あの監督に送るの迷ったんですけれど、うん、あの最近アメリカも行かれてるじゃないですか。行ってる行ってる。あちょっと寂しいかなと思ってアメリカのお供にアメリカのお供にじゃないの、アメリカだったら大丈夫かなアメリカだったら大丈夫だと思って私なんださあ今夜もまどろみの世界へようこそ。染谷由香です。今夜は素敵なゲストをお迎えしています。では改めて自己紹介お願いいたします品川庄司の品川です。順番おかしくない今散々さ喋ってて順番おかしくない。おかしいんですけど、はい、もうちょっとこれでやってきたのでよろしくお願いします。はい、というわけで今夜は映画監督品川博さんと夜の相槌。すでにご存知の方がほとんどかと思いますが、はい、ここで改めて品川さんのプロフィールも、今日簡単で恐縮ですがご紹介させていただきます。1972年生まれ東京都出身の品川博さん、お笑いコンビ品川庄司として活躍する一方、映画監督脚本家としても才能を発揮し、ドロップ、漫才ギャング、リスタートなど数々の話題作を送り出し、11月17日、監督脚本を務めた最新作アウトが公開になります、はい、ということで、まあ、セクシーな服を着られて出てます、ね、出てますね。もうあれはここ最近の私の中でも一番セクシーな、はい、服を着てくださった、はい、姿だったと。ありがとうございます。今夜は映画監督として、うん、あのお話聞いてみたいなと思うんですけども、その前にあの芸人さんをね、うん、あの目指されるきっかけとしてなんか、はい、映画監督ということが、まあ、最終目標じゃないですけれど、あなんかね最終目標というか、うん、まあ、子供の頃から芸人好き で、はい、で映画も同じように好きだったんですよ、うんうん、まあ、映画監督もいいよなとか10代だからもうバカみたいに何でも考えるじゃないですか、はい、ありますね。そうそう、芸人にもなりたいな、映画監督にもなりたいなって思ってたら、うん、はい、あの北野武さんが芸人さんで監督をなさってたんで、うん、これもしかしたら芸人で売れたら監督になれるんじゃないかなと思って、うん、じゃあ芸人になろうっていう浅はかなね、すごい考えになったんですよ。それで、吉本さんの、うん、あの何でしたっけ、学校 東京 NSC、 東京 NSC の1期生なんですよね、うん、そう、そこは東京ウォーカー、東京ウォーカー見て入ったって聞いたんですけど、うん、めちゃくちゃ事前に勉強してくれるもう俺が話す話全部知ってるでしょいやそんなことないそんなことないです。東京ウォーカー見て、うん、東京にもお笑いの学校ができましたっていうのを見て入ってます、うんうん、はい、それはやっぱりダウンタウンさんが吉本、ダウンタウンさんが大阪 NSC の1期生っていうのだったから、なんとしてもこう東京吉本の1期生になりたいみたいな感じで入ってます。あ、そうだったんですね、うん、その
芸人さんとしてあの漫才をやられている時も、うん、やっぱどこか映画っていうことは頭にあったりしてますか？もちろん。ここはね、いつか売れて映画撮りたいって言ってたんですよ、うんうん、で庄司は、うん、アイドルと結婚したいって言ってたんですよ。あ、すごい。そうで、品川庄司の夢は、はい、ゴールデン番組で冠番組を持つっていう、うんうん、夢だったんですけど、はい、映画監督の夢俺は叶った、庄司はアイドルと結婚するっていう夢叶った、うん、品川庄司の夢だけ全然叶わないっていう状態が今、うんむしろ減る一方っていうね。なあ、そんなお笑いの夢が叶ってないんだけど、はいはい、そのサイドストーリーは2人とも夢は叶ったかなっていう、はい、本当ですね。あとは品川庄司になんかね、うんうん、形みたいなの残せるといいなと思います、ね、ああ、そうですよね、うん、なんかその冠番組はちょっと諦め気味になった時に、あの庄司さんが寂しい顔をされてた、うんうん、全部知ってんじゃんもうそれ俺がどこかであちこち踊りです、ね、あちこち踊りを見て、うん、そうあちこち踊りで俺が、うん、いやもう冠番組とかいいかなみたいな、映画撮る方も楽しいし、うん、で呼ばれていく分にはすごい楽しいから、うん、もういいやって思ってっていうのをあちこち踊りで話したのをオンエアで見たら、うん、その横で庄司がすごい寂しそうに聞いててあでもまあそれはそうだよなみたいな、相方がそんなこと言い出したらちょっとその品川庄司的には寂しいよなみたいな、庄司、うん、がそう思ってくれてんならなんかあればいいなっていう感じはあるけどね。なんかそんな中でもあの品川さんは最近、まあ、脚本も書かれてるじゃないですか。 そうですね、それっていうのはもともとこう何か文章を書くことってされてたりしたんですか？脚本は、うんうん、あのユニットコントとかも書いてたし、うん、で自分たちの単独ライブがちょっとお芝居っぽかったりしたから、うん、その脚本はずっとデビュー当時から書いてたけど、うんうん、28歳までまともに小説とか読んだことなかったし。あ、そうだったんですね。そうだから自分が小説書くとは思わなかったですけど、ね、それはやっぱり映画を撮ることになって、じゃあ脚本も自分で書こうかっていう流れなんですか？いや、うん、小説のドロップを書いて、はい、映画化の話をいただいて、うん、あだったら俺が撮りたいって言ったのね、うん、そしたら会社のチーフマネージャーが辞めた方がいいって言って、うんうん、なんでかっていうと、小説も自分で書いて脚本監督やって、うん、もしこけたら、うん、二度とそのチャンス回ってこないよみたいな。だから原作者っていうとりあえず立ち位置で様子見た方がいいんじゃないみたいな言われたんですよ、はい、でも僕はそんなのもう絶対嫌だったから、うん、じゃあ脚本を書かせてくれと。でその脚本を書いて角川大栄さんに、うん、あのお渡しして、もしこのプロの目線から見て、うん、そういう気持ちになるんであれば僕に監督やらせてくださいって言って脚本書いてお渡しして、うんうん、あそしたら品川さんでお願いしますって言ってくれたんで、じゃあ監督やろうってなった。あー、そうだったんですね、はい、一番最初って監督業って誰かに教わったりとかしないですよね、うん、してないですね。だからカット割りはポラロイドで写真撮ってこのみたいな、うん、そういう基礎的なこともまだ最初はあれだったんで、はい、もうじゃあ現場でその技術さんとかカメラマンの方と、そうですね、だから一本一本やるたびにドロップで、うん、じゃあレール引いたらこんなことができるとかちょっとずつこう増やしていって、で今は大体の機材とか、はい、カメラとかレンズとか把握してきたから、はい、っていう感じ。わあ、なんかドラクエみたいですね。ドラクエみたいな感じだし、あとはそのカット割りの本とか読んだり、あ、やっぱりいろんな映画のメイキング見たりとかして、中でもなんだろう、私もドロップ読ませていただいた中で、うん、やっぱりジャッキーチェンの映画、ジャッキー映画好きですね、たくさん出てきてるなって印象だったんですけど、うん、やっぱジャッキーチェンの映画のカット割りとかそういうのは参考にしたりしたんですか？ジャッキー映画のカット割りは、あ、まあでもカット割りも参考にはしてるかな。あ、けどね、実際にそれ使うかって言ったら、うん、期間が違う、予算が違うとなると、うん、あ、このカット割りかっこいいなと思っても俺たちじゃ無理、じゃあ俺たちなりの他の映画でやってないこと考えようっていうのは絶対出てくるから、うん、だから、うん、なんていうの、うん、だからオリジナルのはどん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 ストックが増えていくっていうか、うん、これは他の映画でやってるかっこいいことだよねとかっていうのは。なるほど。何かに直面した時にそれを解決しようとする力がオリジナリティになっていくっていう感じ
そうだね、でもそうだと思う、ね、うん、面白いです。ありがとうございます。さあ、そんな品川博史監督の最新作で私も出演させていただいております、はい、映画アウトが、いよいよ11月17日から公開となりますが、はい、うん、あらすじはね、もうこのアウトという漫画の、まあ漫画なんですけど、はい、その僕のドロップっていう映画の、はい、あの水嶋博君が演じてた井口達也、うんうん、はい、っていうやつがいて、うん、まあ、僕の成宮くんが演じたヒロシが狛江っていう町から出てっちゃうんですよ、うんうん、その後暴走族になって少年院に入れられて、はい、で少年院から出てきました、うん、で保護観察がついてお前も狛江ダメ千葉に行けって言って、うん、千葉のおじちゃんとおばちゃんの家に預けられたんだけど、そこでやっぱりその暴走族の連中と仲良くなって、うん、その抗争に巻き込まれていく、うん、でもし次喧嘩したらアウトだっていうところから物語が始まるっていう、うん、ね、はい、私もこの間あの試写に呼んでいただきました。ありがとうございます。もうあんなに芸術点の高い喧嘩シーンは初めて見たなと思いました。アクションシーン好きなんだ。アクションシーン、うん、すごく美しくてかっこよくて、うん、でやっぱり痛みが伝わるような、うん、そう、それはね、なんか結構ダンスにならないように痛さにはこだわって撮ってる。うんうん、自分のシーンはどうでした？自分のシーンは恥ずかしかったですね。だいたいそうなのね、はい、自分のシーンだけ恥ずかしいんだよね。ちょっとなんか空気が違って感じましたね。でも良かったですよ。あ、なんて子たちだっていうこんなおっかねえところでよく楽しんで酒飲めるなっていう。そうですね、ちょっとけしからんシーンでしたね本当に、はい、というわけで、品川さんにもお付き合いいただき、うん、こちらのコーナーに行きたいと思います。まどろみの相槌姫ごと処方。パチ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 ということでですね、はい、このコーナーは、うん、あのゲストに来ていただいた方と、うん、あの共通になりそうな5本を、うん、あの紹介したいなというコーナーなんですけど、うん、今回紹介するのはですねこちらなんといっても共通になりそうなというかど真ん中選んでしまいましたが、はい、リトルモアから出版されております品川博史さんのドロップ、すいません、ありがとうございます、ご紹介させていただきたいなと。これはもうなんか面白くてですね、終始あのなんて言うんでしょう、私はあの驚愕だったんですけど、うん、男子校の、あの教室の匂いってこういう感じなのかなって嗅いだことないんですけど、うん、こうそんな空気が漂ってくるような。これね7ヶ月間ぐらいの話なんですよ。あ、まあ、これ実話を元にしてるんですけど、はい、その千葉県の僕私立に行ってたんですよ。あ、そうなんですか。私も千葉出身です。あ、本当に、はい、木更津 の、 あの私立に通ってて、はい、でその頃にビーバップハイスクールっていう漫画を読んで、はい、あ、不良は女子にモテるんだっていうので、うん、じゃあ不良になるなら公立だって言って、はい、バカな理由で、うんうん、中学3年の3学期に転校するんですよ、うん、夏休み終わりで、うんうんうん、で、うん、そしたら井口達也ってやつがいて、うん、もうほんとね本気でその俺は全国で、あの全国1位になるからみたいな、うん、え、なんのみたいな、うん、不良のみたいな、いやないでしょ全国1位とかないからみたいなやつがいて毎日喧嘩するんですよ、うんうんうん、でそれで俺がびっくりしてるっていう、うん、で高校を1ヶ月で中退しちゃって、はい、で兄貴のところに引き取られるっていうので、うん、狛江を出てくっていう本当にその期間だけの話。へー、ツークールもうツークールとは思えない密度ですよね。ツークールの話なんですよ。へー、これ面白いのがちょっと読んでもいいですか。いいです。あのみゆきのシーンですね、うんうんうん、なんだこれは、どこから言ったらいいのかな、この黙読する気違う、あのこの葛藤のシーンなんですけど、うん、井口達也さんがね、うん、みゆきさんと、まあ、付き合っていて、ってで、ね、そう、でもそのひろしさんが好きになっちゃう、で達也さんがね、うん、付き合ってるのに、うん、あのさ俺はあいつのこと何とも思ってねえからお前さ付き合っちゃえば、うんうん、でひろしさんに言う、言うんですよね、でえ、思わず止まってしまった、うん、混乱した、頭の中がぐちゃぐちゃになった、うん、達也はみゆきを好きじゃない、ならばみゆきと付き合うことができるかもしれない、うんうん、でもみゆきは達也に振られることになる、うん、
そしたらみゆきは傷つく、それはみゆきがかわいそうだ、でも傷ついたみゆきに優しい言葉をかければ付き合える可能性がさらに上がるかもしれない、最低だっていうこの葛藤が大好きで書いてたね。そう、すごい、俺もう忘れてるわそんなこと。本当ですか、もうこの葛藤大好きなんですよね。でもなんかそう僕っぽいな、聞いてて、ああ俺っぽいなっていう感じする。本当ですか、私は勝手になんか意外なと書かなそうって逆に思ったんですよ。なのでちょっとこの品川さんの意外な一面を覗いたような気がして、好きな部分だなと思ったんですよね。なんかね、もっと言うと、それが人にバレるのが嫌なんだと思う。その弱みにつけ込んで、そのみゆきのことを口説こうとしてるっていうのを第三者に見られんのが嫌だなみたいな感じだと思う。なるほど、でそれを見られて恥ずかしいとか思ってる俺って人間として小さいな、みたいなとか、それをその辺の思考ぐるぐる回るっていうのは割と、俺っぽいな。あ、そうなんですね、そう、小説の中だとそれを全部書かれてるっていうところがなんかすごく嬉しいなって嬉しいな、はい、思いましたということで、今回ご紹介したのは、リトルモア社から出ています品川博さん書かれたドロップでした。ありがとうございます染谷由香がお送りしてきましたまどろみの相槌、あっという間にエンディングです、どうでしたか。いや、どうでしたかって、その、大変だね、一人ゲスト呼んだら、小説読んで YouTube 見て事前にそんな勉強してくんだなと思ってすごいなと思いました、はい、いやいや、なんかね、好きなんですよね、そうやって人にはそれぞれこうストーリーがあるというか、人生のなんかいろんな分岐点があると思っていて、だからそこに触れるのはねすごく楽しいんですよね。ということで、品川さんには来週も引き続きお付き合いいただき、次回はですね、最新映画アウトの撮影エピソードや裏話などをちょっとたっぷり伺いたいなと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。さあ、そして品川さんから何かお知らせがあれば。お知らせはもうアウトぐらいかな、11月17日公開ということで、ぜひ劇場で見ていただければと思います。はい、ではぜひ皆さん劇場に足を運びいただけたらなと思います、そして私からのお知らせはですね、Netflix で配信中のドラマサンクチュアリ聖域に出演させていただいてるんです。え、ちょっとごめん、俺全部見てんだけど、はい、そうなんですよ、1話に1話、うん、ちょっと後で見返すわぜひ、クラブとかキャバクラのシーン、違うんですよ。違った。初めて一ノ瀬さんとピエール滝さんが食事をするシーンがあるんですけど、鉄板焼き屋さんで、あそこでちょっとセクシーにお肉を焼いてるのが私なんです。あれでも俺それその時は思ってたかもしんない、分かる、鉄板焼き屋でなんでそんなにセクシーな人が焼いてんだろうは思ってた、はい、でも気づくよね、俺だってアウトを取り終えた後だったから、サンクチュアリですか、でもすごくね、本当結構一瞬第1話の最初だったから、その後面白すぎて忘れちゃったのかもしれない。あ、それはあるな。そう、皆さん出てたっていう。サンクチャリ本当に面白いので。面白い。はい。俺も大好き。ね、ぜひまた、一度見た方もね、何度も楽しめると思うので、ぜひ見てみてください。ちょっと俺そこだけ見よう、もう一回。そう、皆さんと。はい、よろしくお願いします。セクシー鉄板。セクシー鉄板焼き。はい。はい、そして品川さんにもお渡ししました、最新写真集テイクミアートも、あれすごいよあれすごい、はい、ありがとうございます。俺もさすが知ってる人だから、ちょっと照れちゃうぐらいすごいちょっとあ、ありがとうございます、一番の褒め言葉かもしれません。ぜひぜひ最高ですよ、はい、ご覧いただけたらなと思います。さらに皆さんからの質問、番組の感想、お悩み相談などオーディの中にある番組ホームページのメッセージフォームから随時受付中です。 X でポストするときはハッシュタグ相づちを忘れずに。相づちの愛は愛してるの愛ですよ。たくさんのメッセージをお待ちしております。では品川さん、改めまして来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回、まどろみの世界へ一緒に溺れていきましょう。
お相手は染谷由香でした。もし気になった本があったらぜひ読んでみていただいて、まどろみの相づちのメッセージフォームに感想いただけたら嬉しいです。